はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、5月10日なんですが、当初のですね、自粛要請期間5月6日までというのがですね、延長されて初めての週末となりました。もちろんですね、地域によっていろんな業態で解除されているんですが、この延長前後のですね、街の様子がちょっと気になったんで、少しお話したいと思います。まあ、先日の土曜日なんですが、福岡市内に仕事で行ったんですが、街の様子は4月とは明らかに違ってました。 実際、ですね街の中を歩いたわけじゃないんで、まあ、道路沿いから見えるところなんだけなんですが、まあ、車がですね多くなってたし人の数も結構いました、まあ、帰りにですね買い物をしたかったんで大型のディスカウントスーパーに寄ろうと思ったんですが、まあ、駐車場が満車、まあ、コロナ前はです、ね、いつも多い店だったんでしょうがないんですが、まあ、お店の中に退去,していく入退去して入っていく人の姿を見てですねちょっとお店に行くのを諦めました。 普段田舎で生活しているんで、まあ、この辺はちょっと怖いなと感じてしまいました。まあ、その他ですね、飲食店だったり、持ち帰りのところだったり、ちょうどお昼時っていうこともあったんでですね、行列ができている店も結構ありました。あとですね、気になったのが花屋さんです。大型の植物店なんですが、まあ、母の日っていうのもあったからと思うんですけど、まあ、ここもですね、駐車場が満車で、まあ、おそらくですね、中にはたくさんの人がいたんだと思います。 アメリカの花屋さんだったと思うんですけど、ニュースで営業災害をやってました。まあ、入店規制をやってたんですが、ですね、まあ、このお店,でお店ではですねさすがにそこまではやってなかったんじゃないかなと思います。福岡の緊急事態宣言はそのまま継続中です。まあ、ですので、ですねいろんな業種が休業中です。まあ、さっき開けた業種はですね休業要請されているわけではありませんが、3密とまではいかないにせよ、です3、ね、密は避けられてないのかなと感じました。 緩みが出てると言ってしまえばですね、そこまでなんですが、1ヶ月以上この状態は続いています。もうそろそろですね、我慢の限界が近づいてきているのかなと感じます。特にですね、当初は5月7日で緊急事態宣言が解除される目処となってたんで、期待していた人も多いでしょう。準備を進めていた人も多くいると思います。私も仕事の準備は5月7日で解除されることを見越して進めていました。 私個人の予想としてはですね、多少感染者数が発生していたとしても、まあ、政治的な理由でですね、一旦は解除して、感染者数が増えだしたら、まあ、再度緊急事態宣言を出すと予想していたんで、まあ、連休明け5月はですね、少し忙しくなるかなと考えてました。 私の仕事の場合は運送業で実際にですね3月に運ぶ予定だった荷物これが結構延期になっていてゴールデンウィーク明けたらすぐに運ぶとなっていたものがありました本当にですね4月末か5月の頭にですね延長が決まるまではその予定で動いてたんでちょっと心が折れました、まあ、多くの方仕事じゃなくても5月7日で解除と期待されていた方多いと思います その分余計にですね、解除が延期されたことが気持ち的に負担になってるんじゃないかなと思います。実際ゴールデンウィーク中でもですね、若い子たちが数人で、しかもマスクしなしでですね、たむろしているところを何度か見ました。まあ、近所の山の中に小川があって、ちょっとした広場があるところがあるんですが、まあ、普段はですね、人なんてほとんどいないんです。まあ、多くの人がですね、バーベキューだったり、小川で子供を遊ばせたりとですね、楽しんでました。 やはりですね自粛には限界が来てるんだなと感じました今現在感染者の数毎日毎日減少が続いています、まあ、このまま行くとですね5月の末を待たずして解除もありうるのかなと感じます、まあ、今から2週間後の感染者数の数字も気になりますし、まあ、仮にですね人数が減ったとしても、まあ、コロナ禍自体はですねかなり長引いてしまうんじゃないかなと思います、まあ、先日ニュースでですね 一旦はコロナを封じ込めた韓国で、また広がり始めてるというものがありました。まあ、韓国よりですね、規制が緩い日本、長期戦を覚悟する必要があります。コロナと付き合っていかなくちゃいけない。まあ、そういった考えでですね、今後を送っていく必要があるかと思います。ご視聴ありがとうございました。